東海旅客鉄道東海旅客鉄道新幹線鉄道事業本部新幹線鉄道事業本部は東海旅客鉄道の組織である新幹線全体を管理する組織で旧日本国有鉄道新幹線総局の流れを組んでいる JR 東海の発足当初は新幹線運行本部という組織名であったが1988年2月1日に 現在の組織名に改められた。新幹線鉄道事業本部のプレート新幹線、鉄道事業本部静岡分中本部が直轄しているのは東海道新幹線の内関東、東海地区の区間である。JR 東海の在来線が乗り入れていない関東地区の駅と新幹線単独駅については駅運転、営業業務も直轄している。国鉄時代は 山陽新幹線も新幹線総局の管轄だったが、分割民営化に伴い、西日本旅客鉄道に継承されるとともに、新幹線運行本部の管轄となった。1988年10月1日の組織改正では、新幹線運行本部の廃止及び福岡支社の新設が行われ、 福岡支社管轄となった新下野関駅規制を除き、JR 西日本の並行在来線を管轄する、支社が新幹線も管轄する形へと改変されたが、その後2007年7月に新幹線管理本部が発足した。ありがとうございます。